皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生国語風切る翼5、6時間目の内容です。教科書ダウンロードして印刷したワークシート、筆記用具を用意してください。ワークシートをダウンロードできなかった人は動画を止めてノートいっぱいにこの表を書きましょう。それでは授業を始めます。今日の課題は物語全体を通してクルルとカララの心情の変化を読み取ろうです。それでは動画を止めてクルルとカララの気持ちがどのように変化していったかを振り返りながら全文を音読しましょう。読めましたか？それではワークシートを使いクルルとカララの気持ちを場面ごとにまとめていきましょう。動画を止めて始めてください。まとめられましたか？それでは場面ごとにクルルとカララの心情を確認していきましょう。第一場面、体が弱いから助けてあげよう。ありがとう。群れが狐に襲われた。俺だけのせいじゃない。第二場面、何もかもが信じられない。自分は惨めだ。自分まで仲間外れにされたくない。第三場面、どうでもいい。俺のことなんか分かってくれない。第四場面、あの時何も言えなくてごめん。クルルのそばにずっといるよ。裏切り者のくせに。第五場面、クルルに寄り添っていたい。俺と一緒に死ぬつもりなんだ。ここで狐が登場し、カララを助けなきゃ。南に向かう。僕は飛べるんだ。僕を許してくれるかい？また友達になってほしい。ずっと友達だよ。次にクルルとカララの心の距離を線で表します。第1、第2場面を一緒に考えてみましょう。クルルがカララに餌を分けてやるときは仲良しでしたね。しかし狐に襲われた後は2人の心は離れてしまいましたね。それでは動画を止めて第1、第2場面と同じように他の場面の線を書いてみましょう。心の距離を線で表せましたか？それでは一緒に確認していきましょう。カララがクルルの隣に降り立った時にカララのクルルに対する心の距離が近づきましたね。一方、カララがクルルの隣に降り立ってもクルルの気持ちはまだ離れたままです。しかしカララがそばにいることでクルルの心の距離がカララに近づいていきました。そしてカララが
狐に襲われたことをきっかけに、離れていた心が近づいていったんですね。それでは、この単元で学習してきたことを振り返って考えます。クルルはなぜ再び飛べるようになったと思いますか？動画を止めて自分の考えを書いてみましょう。自分の考えは書けましたか？人物の関係と心情の変化を捉えることで物語を深く味わうことができましたね。これで茨城オンラインスタディ小学校6年生国語風切る翼の学習を終わりにします。